はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガフロンティアリマスタードクーン編第3回をやっていきたいと思います。まあ、あのクーン編の第2回がね、バジュイル戦で、まあ、終わって、特に締めの挨拶とかなく終わっちゃったんですけど、まあ、本当はバジュイル倒してなんか終わりにしようかなって思ってたんですけど、まあ、思いのほか連携が全然決まんなくて、まあ、ちょっと挫折したところになります。で、まあ、一応ちょっと調べてみたところ、この陰術でなんかハイドビハインドっていうのがあって、でこれがファストトリックみたいなんですよ。で要はハイドビハインドを4人つなげて、まあ、最後にクーンのなんか適当な技で5連携を決めるとなんかやりやすいみたいなんで、とりあえずハイドビハインドを覚えさせよう。リュートとゲンと4人は、なるほど、妖術を持ってるからか。アニもハイドビハインドつけて、じゃあメサルティムに覚えさせますか。この4人でハイドビハインド使って、あとは組んで連携を組み込むっていう方向でちょっとやっていきたいと思います。じゃあバジュイル戦戻りましょう。ハイドビハインド、ファスト効果がついてますね。背後に忍び寄る影を見せる。ちょっと効果はよくわかんねえや。よし、これを、ゲン、リュウとアニメサルティム装備させたんで、まあちょっと連携がどれだけつながるかやっていきましょう。バージュイール戦再び、もうこいつ何回戦ったことか。でも普通に連携つなげた人すぐね、あの連携履歴にあるやつはダメっていうのがまた厄介なんだよね。連携履歴にないやつを連携決めなきゃいけないんで、それが本当に厳しい。ハイドビハインド、ハイドビハインド、ハイドビハインド。でクーンは何を使えばいいんだ。とりあえずアイススマッシュでつながるかな。おお、ハイド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 スマッシュみたいな。何が起こってるのか全然わからん。あ、これなんか台座さ、トリケラトプスみたいなの持ってるんだね、バジュイル。美しい連携、ゴン。いや、これはマジでいけそう。歯応えが足りん。そうか、もう一回見せてやる。こんなのよりさ、絶対さ、乱れ雪月下の方が美しいよね。突進でいこう。あ、これは普通にハイドハイドハイドビハインドか。でもまあ4連携だからね。突進だけ繋がんなかった。なかなか3、あと2点、10点取ればいいんで。で同じハイドハイドハイドビハインドだとダメなんで、2連携じゃなくて3連携でいいんで、ゲンさんだけちょっと、まあ、適当に切り返しを組んどこう。でハイドビハインドを3連携プラスアイススマッシュでいこう。よし、オッケー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 、いいんじゃないの。これは決まったっしょ。グランダースパイク、よく抑えたな。見事であった。芸術点3。上がる、 JP が上がる。十分楽しませてもらった。さあ持っていけ。最後の指輪を手に入れた。最後の指輪っていう名前の指輪なの、ちょっと分からんけど。バジュイルだいぶ苦戦させられた。お、戻ってきた。クーンが帰ってきた。どうやって戻ってきたの、ここに。しかもヌサカンいるのか。今まさに行きたいとするリージョン、ここがマーグメル、クーンの故郷。ハゲ、お前もついてきたのか。早く長老にいい知らせを持っていくといい。ちょっと待って、なんかもう最終戦っぽいよね。だから入れ替えとこう。え、メサルティム一応入れとく。やっぱり生命の雨はめちゃくちゃ使えるんだよな。憑依はしてあるんで能力は高いと思う。でそうすると火力的にいくと、ゲン、リュータンにやっぱ剣がね強いよね。月下美人、ゲンマ、草薙、
ちょっと待って、強いの中なかったっけ。金獅子だ。 T260 はもうめちゃくちゃ装備させてるんで、ヒットポイント999、魔力99。クーンがいらねえ。クーン外せないよね。主人公外せないはずなんで外せません。兄落ちて入れ替えよう。ちょっとこれでいきます。メサルティも若干弱いんだけど、やっぱちょっと全体回復あるのはかなりでかいんで、よし、この編成でいきたいと思います。こいつはまだあれかな、私たちじゃもうバトルの相手にならないわね。そりゃならねえよ、ゴミクズだろ。すごい姿になったな。おい、なんだっけ。早く長老の会いに行きなさい。こっちは、あ、行けねえし。どこ行ってたの。こいつなんだ、へたれてんだけど。また遊んでたんだろう。遊んでたらこんな強くならない。こんな強くならないって言ってもさ、576しかヒットポイントないからね。なんだっけ、本当になんだっけ。ユニコーンだ。さっき戦ってたわ、そういえば。じゃあ長老の元へ行きましょう。長老くんです。入れ。くん戻ってきたのか。ほら、あ、最後の指輪見んのを忘れてた。くんよくやった。さあマーゲメルを救ってくれ。長老がお願いするんじゃないの。お前こそがふさわしい。マーグメルをよみがえれ。そんなんでいいんだ。何も起きない。おお、よみがえった。ばあちゃん、これがばあちゃんの知っているマーグメル。おお、キャー。え、なんだ、どうした。え、マーグメルが生まれた時にはあなたたちはいなかった。どういうこと。願い通りにマーグメルが蘇った。生まれたままに。そこにいなかったものは消える。それじゃ意味がない。止まれ。何でも願いが叶うなんてそんな都合のいいことあるわけない。この指輪は欲望を吸い寄せる道具に過ぎない。遥か古代に何者かが欲望のエネルギーを集めるために指輪を作りばらまいた。集められた力はここに。この指輪こそが真の力の指輪。この力があれば何でもできる。メイレン、何を言ってんだ。やはりな。じゃあ止めて。マーグメル壊れちゃってもいいからみんなを戻してメイレン。クーン、今まで協力してくれてありがとう。指輪の研究も最終段階。皆さんのことは忘れないわ。メイレン、バカなことは寄せ。黒の指輪の力に侵されている。止めてみせる。メイレンと戦ってでも。やってみれば、この指輪の力に勝てるかしら。準備はいいか。なんで長老が言うの。よくないです。え、これ本当に準備するだけ。じゃあ大丈夫。ゲッ、始まったんだけど。これはなんだ、機械的なものか。お供がいるな。どうする。ミリオンダラーでとりあえず一掃するか。二刀レップミリオンダラー、勝利のルーンでもやってみようか。ゲンさん、あ、クーン、生命の雨覚えてたわ、そういえば。まあ、グランドヒットが単体攻撃としては強いんだよね。なんだろう、マスターリング、ミリオンヒット、めちゃくちゃヒットしそうだな。ザコ弱えな。移動レップ勝利のルーン。3体残ってんだ。サイコアマ厄介だな。あれ、なんか消えてったんだけど。は、なんだこれ。お供しかいなくない。むしろお供をどんどん倒していくっていうやつ。そう、 T260 ってそういえば技ポイントが少ないんだよね。そこがね、厄介なとこだったんだ、そういえば。まあ、かといってちょっと攻撃で様子を見よう。 T260 グランドヒット。でモンスターは意外に技ポイントあるからね。二刀レップミリオンダラー、そんなにしぶといな。200クラウンか。
67スイートがいなくなった。これナフだ。一掃しなくていいのか。一ターンごとに変わる。てか残ったやつらか。え、いまいちわかんねえ。ムツキ山水をマスターリングに叩き込もう。ムツキ山水、もう本体を狙う。勝利の量どうしよう。メイルストローム全体にやっとこう。でマジカルヒールでケンさんがちょっと減っちゃったんでケンさんを回復させる。あ、だいぶ回復するわ。2連携1万、2500、全然違う。げ、振動波ギャられた。マジか、つえ。立て直しがかなりきついかもしれない。これは周りのやつも意外に厄介だな。で T260 はちょっと回復する手段がなくて、強力キング薬をクーンが全然減ってねえな。麻痺が厄介だな。タダ切りマスターリーで生命の雨もう一回使っちゃおう。3000アシスト。うわ、やはり厄介か。そう、生命の雨でメサっても回復するんだった。一時呼びがえる。やべえわ、これ結構やばいぞ。周り倒した方がいいか。ゲンさんミリオンダラ一発撃とう。でリュウトも二刀レップ一発撃とう。で多段切りでマスターリングで生命の雨消えよ。グレムリンタッチ96、振動波とかマジでやばい。医療あいつが生きてんのか。でなんか雑魚敵倒すとなんだ、雑魚敵を引き連れてくんのか。マスターリングしか当たんねえし、こいつこの位置だと。マリーチか、マリーチぶっ倒そう。でちょっとこっちの生命の雨、このクーンも回復させなきゃいけないから。でグランドヒットはマスターリングでいいでしょ。ハイドビハインド使ってきた。これ何、あいつに攻撃すんの。衝撃だ。え、なんだアシストって誰が使ってんの。3回攻撃。よし、あとは貴様だけだ。完全に全力でいこう。もしかしたら幻魔使えば反撃が入るかもしんないけど、まあいいや。まあ、メイルストロームはちょっとな。勝利のルーンリュウトグランドヒット。やっぱ連携つながってくれないと。800食らってんじゃん、かってえなこいつ。あ、倒した。いや、まあ、全体攻撃が強かった。振動波でも火力で押し切ったか、なんとか。メイレン大丈夫か。みんな戻ってんな。クンごめんなさい、私あなたを騙してた。黒い指輪のせい、メイレンが悪いんじゃない。メイレンすまない、私がいつもそばにいればあんな指輪につけ入れられる隙もなかったはずだ。おめえは黙ってろハゲ。肉体的には問題ない。黒い指輪の呪縛も解けた。だがマーグメラおしまい。チョロ元気出してください、どこでも生きていけるよ。そうそう、私たちの明るい、ん、私たち明るいのだけは取り柄、いい仲間だな。では行くか。僕は行くところがある。こんな不幸な指輪誰も取られないところに捨てに行かなきゃいけない。どこに捨てんの。私は帰るぞ。そこら辺に捨てんのかよ。あ、返しに行ったんだ。
あそこは結構安全そうだよね。やる。カモフックってさ、固定キャラだったんだ。てかなんでサンダーにあげんの。まあちょっとぬさかん持っていってくれ。この魔法陣は何、封印したよってこと。あ、まあ西洋は西洋で確かに若津。影のどこがいいのマジで意味がわからん。一番なんかサガフロの中で許せないとこなんだけど。さよならマグメル。はい、というわけで訓編が無事終了となりました。まあ最後ちょっとね、あのボス戦だけになっちゃって少し短い感じには、なってしまいましたけれども、次回は T260 でやっていきたいと思います。データは引き継いでいきます。もう敵ランク引き継いでいいんじゃないって思うんだよね。メカって基本的に戦闘で強くなっていく種族じゃないんで、ちょっともうこっからは敵ランクも引き継いでいきましょうという感じで、これ普通にT260 で、次にリュートをやって最後にヒューズをやっていきます。まあ、一応そんな感じで、進めていきてますので、また T260 編もお楽しみにしてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。